ボンジュール、ボンジュールだ。大阪オフ会お疲れ様でした。今日はその大阪オフ会翌日なんですが、今ね時間はね午後の17時5時でございます。新幹線の時間が夜7時ということで、正確には6時50分、あと2時間弱あるわけなんですけれども、ちょっと時間があって暇だから梅田駅から新大阪まで歩いていこうかなと思ったわけですよ。普段歩かないからさ。そしたらまんまと道に迷いました。ここはどこでしょう、ここはどこなんでしょう、一体どこでしょう。なんすかね、あのなんだ、あのおいでやす、おいでやす通り見えるかな、どこだっけ、おいでやす通り、松屋の看板の横、おいでやす通り、どこでしょう。新幹線の時間まであと1時間50分頑張ります。さっきね、まあ、おばちゃんに、その辺歩いてるおばちゃんに聞いたらね、向こうの方指さして、この方ね、なんか川だかなんだか渡るって、渡れと言われたわけですよ。でね、まあ、目指してるわけなんですけどね、どうにも近づいてる気がしない。なんかどんどん、なんか、なんか、都会から離れてる感じがするの。これまずいよ。これなんか隣にほら、なんか倉庫とか並び出したもん、これ。大丈夫なの、これ。これね、みんなね、Google マップ使いだと思うかもしれないけど、使ってるから、使ってこれだから、ちょっと目離した時にもう全然違うとこいんの。これしょうがないよ、これしょうがない。じゃあね Google マップを携帯でね見ながら進めって言うけどね、これね電池の問題、電池が危ない、電池がもうだったらこの、まあ、撮影するなって話だけど、電池が危ない、電池なくなったらアウトだから、何にも持ってないから今本当に真のアウトになるからね、電池なくなったら。というわけでね、早いとこね、これね、聞いてあげます。じゃあまた、あと、ちなみにあと1時間40分。ねえ、ここどこ？カラスすごいんだけど、カラスすごいんだけど、なんか花壇とかあるんだけど、俺さ、新幹線の駅向かってんだよ。絶対違くない？ここどこ？どんどんなんか普通の家がいっぱいあるところ行ってんだけど、ほんとここどこ。ちなみにね、あと1時間15分頑張ります。見てください、なんかやべえとこに来ちまったな。そう思ったでしょう。実はここ線路なんです。そう、俺は気づいたんですよ。線路沿いに行けば必ず駅にたどり着くとね。いや、このひらめきによってもう救われたも同然です。さすがにもうね1時間以上歩いてね、ちょっと休憩中。いやー、でもねもうね、その線路沿い来たし、もう余裕でしょ、きっと。残りあと1時間ぐらいあるから多分たどり着くと思います。まあ余裕を持って、本当に疲れた。できたんだけどさ、ただ問題があってさ、この川どうやって渡れるのか全然わかんない。どうやって渡れるのかわかんねえんだ、これどうするんだ、これ。橋を渡りきったところにようやくこれ、あの駅っぽいのが見えてきました。ようやくこれでね、長い旅も終わろうとしています。いやー疲れた、飛行機。いやー疲れたよこれ。さあ、残りあと40分ぐらいかな、もうちょっとかな。じゃあね、あの駅が多分新大阪駅ってことはね、じゃあね、さっき目指してたあの線路、あっちの線路、これ一体何だったんだと、よくわかりません。まあ、とりあえずね、この駅どこだ、この駅がね、どこか行った、あーこれか、新大阪だと思って進みます。では、違う駅だった、新大阪、あっち矢印見えるかな、これ近い。
これは間違いないでしょう。この駅の規模、駐車場のなんか車の止まってる数、あと後ろの管制塔みたいなでかいビル、あとさっき外国人と通り過ぎた、もうね以上のことを思ってね、これはね間違いなくこれもね新大阪と言ってもいいでしょう。ということでね、見えてんのかな、これで旅は終わりそうです。まあ、意外と新幹線までまだ時間あって、うん、本当はもっとなんかスリリングな感じになるかなと思ったら、まあ、ならないっていうね。なんならちょっとワンチャンコーヒー一杯ぐらい飲めるぐらいの余裕がある時間についてしまったことが、まあ、ちょっと後悔してる。もうちょっと迷えばよかった。まあね、そんなこと言ってらんないんで、もし新幹線からね間に合わなかったらもうシャレになんない、ね、本当にシャレになんない、ね、というわけで、ちょ皆さんここから今東京に帰ります。本当にお茶飲んでるっていうね、梅田から新大阪まで約2時間ちょっと、いかがでしたか今回のボン散歩。ではまた迷う日まで、アディオス。